私たちの日本にとって千島樺太を経て大陸につながる北海道の重要性は、日本が明治維新により近代国家として世界に融資する100年も以前から叫ばれてきたことです。今日はこの幼少の地北海道に思いを馳せた賢人たち、また限りない創造性を秘めた北海道に思いを寄せた詩人たちの詩歌を鑑賞しながら、平和な日本の将来について考えてみたいと思います。狼の竹久坂式千島の守り。